本当にあった莫大な宝を目の前に、ロジャーはあの時笑ってた。俺たちもそうだ。涙が出るほど笑った。ジョイボーイ、俺はお前と同じ時代に生まれたかった。とんでもねえ宝を残しやがって、とんだ笑い話だ。なあみんな、800年誰も行きつけなかったこの最後の島にこんな名前をつけねえか。ラフテルト。